先客か。話でもしない？実は綾小路くんに聞いてみたかったことがあるの。俺に？でも私たちは別々のクラスだから、どちらかしか夢を実現できないってことだよね。綾小路くん、やっぱりあの時見えてたみたいだね、私のポイント。千の瀬は1学期の時点で巨額のポイントを所有していた。だ、来てたのか綾小路。一ノ瀬殿と。いやそんなことないよ。